ちら大井競馬場から交流重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。各馬綺麗なスタートです。まずは先行争い、何が行くでしょうか。ライフォーガルダ前に行きそうです。オスミトーク、それに続いています。さらにはロジータ、6番スイフト星大、その後ろフジノダンサー、後ろからになりそうです。もう一度先頭から見ていきましょう。先手を取ったのはライフォーガルダ、その隣にオスミトーク、ロジータ、王位をキープ、オレンジの帽子ジョーブロー、その後ろ、この辺りで各馬第1コーナーに殺到していきました。では前の方から、先手を取ったのはダイコーガルダ、9番ロジータ2番手を追走しています。これに続いてオスミトーク、すぐ後ろにムービーラブ、スピニングハッスル、そのうちに続いていますロイヤルワース、それに続いています。その隣にチェリーフット並んで、6番スイフト聖大、合計2戦、すぐ後ろ、その外にフジノダンサー、最後方にグレートホーム、各馬砂煙を上げてかけていきます。もう一度先頭に戻りましょう。この辺りで各馬第3コーナーのカーブに入ります。ロジータ早くも先頭、ジョーブローほとんど差がありません、ムービーラブ3番手、さあロジータこのまま逃げ切れるでしょうか。後続も追い上げていきます。さあ先頭はロジータ、さあ直線に入りました。これからの勝負、ロジータ先頭、2馬身から3馬身のリード、2番手は合計2勝、あと 200m ロジータ先頭だ、残り 100m 合計2勝、抜けたロジータ追いすがります、合計2勝、合計2勝、1着2着にはどうやらロジータ、やはり中央の馬が強かった、勝ったのは合計2勝。今年の G1 もこのレースで終わりを迎えます。今年1年ターフを沸かせたスターホースたちが冬枯れの中山競馬場に集結。さあ日本競馬の総決算、夢のグランプリ有馬記念の発走です。さあ最後は大外枠の5歳地ジョージ、ゲートに入って体勢が整いました。スタートしました。5歳地ジョージ、好スタート、綺麗なスタートを切りました。ダッシュをつけて5歳地ジョージ行きました。5歳地ジョージ競りかけていきました。ブリキャップ、好位をキープ、その隣にパリブソング、内からはドクタースパート、黄色の帽子鹿島ウィング、その後ろすぐ隣にホワイトストーン、並んで12番ダイワゲーリング、すぐ後ろに日本ピロブレイブ、第4コーナーをカーブして最初のホームストレッチにかかります。さあこの辺りで各馬正面スタンド前を通過しています。では前の方から見てみましょう。メジロマックイーン先手を取りました。11番ブリキャップ2番手を追走しています。並んで12番ダイワゲーリング、おさいちジョージ、この馬もこのグループ、すぐ隣に鹿島ウィング、ドクタースパート、そのうちに続いています。この辺りで各馬第1コーナーをカーブして第2コーナーに向かいました。先頭から最後方までおよそ10馬身、よどみのない展開になりました。1番人気のモグリキャップ現在先団です。もう一度先頭から見ていきましょう。メジロマックイーン先手を取りました。さらにはおさいちジョージ、好位置をキープしています。モグリキャップ、その外からダイワゲーリング、その後ろに鹿島ウィング、並んで14番マリエンテ、ホワイトストーン、この馬もこのグループ、その隣にドクタースパート、ここで各馬第3コーナーのカーブに差し掛かりました。先頭は依然としてメジロマックイーン、おさいちジョージ、ほとんど差がありません。メジロ W
げにかかります。さあ先頭はオグリキャップ、第4コーナーをカーブして、さあ直線コースに入りました。先頭はオグリキャップ、あと 200m、 オグリキャップ余力は十分、さらに引き離していく。後続は大きく離れました。2番手はメジロマックイーン、オグリキャップ独走、オグリキャップぶっちぎりです。オグリキャップ1着、2着はメジロマックイーン、これが絶対王者だ、オグリキャップ。Thank you.